はあ、知れメロス。メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからん。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども、邪悪に対しては人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え山越え十里離れたこのシラクスの位置にやってきた。メロスには父も母もない、女房もない、16の内気な妹と2人暮らしだ。この妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のごちそうやらを買いにはるばる位置にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の大地をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリモンティウスである。今はこのシラクスの位置で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく位置全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて、何かあったのか。2年前にこの位置に来た時は夜でも皆が歌を歌って町は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は辺りをはばかる小声でわずか答えた。王様は人を殺します。なぜ殺すのだ。悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりません。たくさんの人を殺したのか。はい、初めは王様の妹の子様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様のお子様を、それから皇后様を、それから謙信のアレキス様を。驚いた。国王は乱心か。いいえ、乱心ではございません。人を信ずることができぬというのです。この頃は臣下の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば10時間かけられて殺されます。今日は6人殺されました。聞いてメロスは激怒した。呆れた王だ、生かしておけん。